ゴセカルバーリョは、ペルーリマ出身のサッカー選手。ウニベルシダテクニカでカハマルカ所属。ポジションはゴールキーパー。12歳の時に、ウニベルシダリオデポルテスのユースチームに加入した。2003年17歳の時に、アトレティコウニベルシダ戦でデビューした。2006年には、コパリベルタドーレス4試合。 コパスダメリカーナ2試合に出場した。ウニベルシタリオ・デポルテスではリーグ戦94試合に出場した。2008年 DC ユナイテッドにレンタル移籍した。移籍するためにアメリカの永住権を取得した。2008年4月12日、レアル・ソルトレイク戦で移籍5発出場したが4失点を喫した。2008年6月に退団。2008年6月、 スポルティングクリスタルにレンタル移籍した。12月に2年契約で完全移籍した。2011年1月 FBC メルガルに移籍した。各年代のペルー代表でプレーした。2007年9月ボリビア戦でフル代表デビューを果たした。2018FIFA ワールドカップに出場するペルー代表の本大会メンバーに選ばれた。ありがとうございます。